皆さんこんにちは。環境課がお伝えするエコライフ通信、今回は令和2年度グリーンカーテン講習の中止と野焼きの禁止、不法投棄の禁止、射水市のゴミ処理施設についてお知らせします。令和2年度グリーンカーテン講習は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止いたします。参加を希望しておられた皆様には申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。次に野焼きの禁止についてです。廃棄物処理法に基づき、家庭や事業所から出たゴミを庭や空き地でそのまま焼却したり、ドラム缶やブロックで囲んだ焼却炉、従来からあった家庭用焼却炉を使用して焼却することは法律で禁止されています。違反すると5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、または両方が課せられることがあります。法人の場合は3億円以下の罰金が課せられることがあります。野焼きは低い温度での焼却となることから、不完全燃焼によるダイオキシン汚染をはじめとし、大気汚染の原因の一つとなっています。また場所によっては PM2.5 の観測にも影響が出るほか、煙が家の中に入ってくるので窓が開けられない、干した洗濯物に臭いやすすがつくなどの苦情も寄せられています。風が強い日は近隣の建物や山林などに燃え移ることもありますので、野焼きは絶対にしてはいけません。家庭で出た木の枝や草などは野焼きをせず、できるだけ堆肥にしてください。やむを得ず排出する場合、枝は長さ40センチ以下、太さ10センチ以下に切り、草は根の土をよく落としてから指定袋に入れて、燃えるゴミの収集日に集積所に出してください。また長さ 1.5 メートル以下で、太さ15センチ以下であればクリーンピア射水に搬入も可能です。適切な処分をお願いします。次に不法投棄の禁止についてです。射水市では昨年2トンを超える不法投棄物が回収されました。不法投棄をした場合も5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、または両方が課せられることがあります。法人の場合は3億円以下の罰金が課せられることがあります。山や川、道路はゴミ箱ではありません。自分で出したゴミは責任を持って処分しましょう。次にゴミ処理施設についてです。射水市には家庭ゴミを直接持ち込むことができるゴミ処理施設がありますのでご紹介します。クリーンピア射水は平日と祝日に持ち込みが可能です。燃えるゴミは10キロごとに120円、燃えないゴミや粗大ゴミは10キロごとに160円で引き取ります。使用済み小型家電や缶、瓶、段ボール、古紙などの資源ゴミは無料で引き取ります。家財道具の片付けや引っ越しで大量のゴミが出るときはクリーンピア射水に直接持ち込んでください。未来来る館は火曜日以外の平日、土曜日、日曜日、祝日に持ち込みが可能です。未来来る館では使用済み小型家電や資源ゴミを無料で引き取ります。野手埋め立て処分所は平日のみ持ち込みが可能です。瓦やコンクリート片、石膏ボードなどの埋め立てゴミを100キロごとに820円で引き取ります。詳しくは環境課や各施設へお問い合わせください。環境課がお伝えするエコライフ通信でした。